はい、どうも。ゆうご .tv でございます。連休はいかがお過ごしだったでしょうか。はーい。ま、いつも通り。いつも通りでした。氣志團万博行ったぐらいかな。楽しかったな。毎年恒例。今年で3年目。素晴らしかったです。動画もちょこっと。演奏してるところは撮影できないので、観覧車をアップします。よかったら見てください。ってことで、今日は赤ん坊バージョンでお届けしたいと思います。怖っ。さて、本日もそれでは人生に役立つ情報を配信していきたいと思います。暗い人生に希望の光を見出す方法の中から、本日は力があるから行動するのではない。行動するから力が出てくる。こちらのお題を今から読んでいきたいと思います。初めて読む文章です。毎回ですけど。はい。力が出ないと思った時は行動しましょう。力が出なければ行動もできないのではないかと思いますが、そうではありません。人の体は発電機です。動かすほど力が出てくるようになります。特に足は第二の心臓と言われています。下半身には全身の筋肉の3分の2が集まっています。下半身を動かせば一度に多くの筋肉を動かすことができ、体全身の血流が良くなります。少し歩くだけでも体にはかなりの運動になります。力があるから行動するのではありません。行動するから力が出てきます。体を動かせば疲れるどころか元気が出ます。力が出ないと思った時はまず散歩だけ歩いてみましょう。散歩で十分です。散歩歩けばエネルギーが発電されます。散歩だけ歩くつもりが元気が出て100歩も1000歩も歩いています。気づけば旅にも出ています。軽い気持ちで始めた方が大きなことを成し遂げられるのです。今日の格言。力が出ないときは散歩だけ歩く。なるへど、なるへど。下半身を動かせば一度に多くの筋肉を動かすができ、全身の血流が良くなる。自分も今ちょっと店内を歩きながら本を読みながらちょっと歩いてましたね。本当仕事中ずっと座ってることが多いので運動不足でどん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 太っていくばかりでちょっと動かなきゃなぁと、ジムにも行ってますが店内も歩くようにしてますということで、なんか活力が出ないときはとにかく体をちょこっと動かしてみようと心がけていきましょう。はい、なんか今日はちょっとキレが悪いですが、今日も勉強になりました。ためになりました。ご覧いただきましてありがとうございます。それではまた明日から仕事の人も頑張ってください。ドロン。